ごめんなさい、ごめんなさい、 JP 使っててごめんなさい。やったー、レジェンドだー。え、 75%?ごめんね、下手くそで下手くそでごめんね。なんで戦おうよ、戦おうよ、ジェイミー、なんで戦ってくれないの、ごめんね、 JP 使っててごめんね、本当にみんなごめん、 JP でマスター行こうとしてごめんなさい、みんなに謝りながらランクマするわ、本当にごめん、許してほしい、ごめんごめんごめんなさい、 JP 使ってごめんなさい、 JP 使ってごめんなさい、 JP 使ってごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、 JP 使っててごめんなさい、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  JP 使っててごめんなさい。初見です、唐揚げ熱門の人、そうです、あー、対戦拒否されてごめんなさい、ごめんなさい、今の間に合ったでしょ、カウンターってなったら大パンになったな、やっぱごめんなさい、 JP 使っててごめんなさい、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 リーサル決めちゃってごめんなさい、JP 強すぎてごめんなさい、ごめんなさい、僕だって悪気はないんだ、あーごめんなさい、あ、最強。さあ皆さん、あと1勝です、本当に申し訳ございません、 JP でダイヤ帯を荒らしてしまい、本当に本当に申し訳ございません。さあ行こうか、やばい、俺こんなんでダイヤ、俺こんなんでダイヤ、あ、
俺マスターなんだよ俺これでなあ。ちょっと待って俺やだ俺やだこんなんでマスター俺こんなんでマスターやだ。でも行っちゃった再戦なんで再戦してんだよ。え戦ってくるの。どういうことどういうこと。あ戦ってくれる戦ってくれる。なんのどういうこと。なんで一度俺をマスターに貶めら。どういうことこれ。俺やだ俺本当にやだどういうことどういうこと。勝たせろってこと。お前マスターからもうポイント下がんねんだからってこと。どういうことなん。どういうこと。もう JP はこういう扱いを受けていくものなのやっぱ。ああここもミスだ。やったーレジェンドだみんな俺レジェンドになったー3万1189位のレジェンドです。じゃあいつもの行こうか。一体どんぐらいの勝率で JP がマスターに行ったんでしょうを見てみましょうか。戦績を。さあ JP マスターまで行ったけど、さあどんぐらいの割合で行ったてるかな。ランクマッチの累計 JP、 あこれが JP か。んどういうこと。2300。んあ違うえ 75%。 やっぱこのキャラやばいんだな。え353戦の 75% ってやばないJP 使いでも見てダルシム1000やってんだよ俺。こんな350戦しかしてないキャラの方が強いわけないだろう。あーまあでも MR リセット来るらしいし、そっから JP 走ってみようかな一旦。皆さん 75% だって。ワロエル強すぎ。このキャラやばい。このキャラえぐい。 75? 他である。そんぐらいいってんの。竜29戦。まあ、29戦 75% は分かるけど、433戦して 75% はえぐいね。さあこれで1、2、3、4、5、6体目かなマスター。